おかしなもんですな。もっと早くこの決断ができていればこんなことにはならなかったのに。告発文です。明日の新聞の一面にこの手記が掲載される予定になってます。もう終わりにしましょう。それが私たちにとって一番の。ちょっと待ってよ。慣れんじゃねえぞ。痛い目見てえのか。本当にごめんなさい。あ？
ちょっとちょっと、とりあえず金くれよ。相手するしかない。許してください。甘いのがいいな。俺をつけていることは分かっている。こそこそしてねえで出てきたらどうだ。やはりお気づきでしたか。さすがです、桐生一馬さんですね。お前はどうして俺をつけていた。ある人からあなたが東京に現れると聞いて待っていました。何？福岡でのご活躍も聞いています。たった一人で青山会長代行の計画を阻止したとか、堂島の竜は健在といったところですか。その口ぶりじゃ森永の手下ってとこだな。手下というよりは協力者という方がいいかもしれませんね。自分と彼は杯を交わすような間柄じゃありませんので。つまりお前は東城会の人間ではないと。ええ、同じ目的のために集まった同志といったところです。桐生さん、一つ確認させてください。なんだ。東京に来たということは、この一件あなたも関わる覚悟ができたと考えていいんでしょうか。答える必要はない。その様子だとすでに決意は固まってる感じですね。安心しました。どういう意味だ。いや、真島組長が死んでなおあなたが福岡から動かないようなら、いろいろと計画を修正しなければならないところでしたからね。真島はお前たちが殺したのか。さあ、仮にそうだったとしたら、あなたはどうしますか。ここでお前を倒し黒幕の居場所を吐かせるだけだ。わかりました。ではあなたの決意が口だけではないということ、その拳で証明してみせてください。
行きます。手加減しませんよ。やはり伝説の極道の名は本物ですね。お前が口を聞ける程度に手は抜いたつもりだ。早いとこお前の知っていることを喋ってもらおうか。やっぱりか。あなたもあの人と似てますね。あの人？ええ、冴島の兄貴のことです。冴島だと？どういうことだ。お前冴島を知っているのか？あなたなら私たちの計画を止めることができるかもしれない。ご無礼をお許しください。桐生一馬さん、私馬場茂樹と言います。挨拶はいい、早く話を聞かせろ。わかりました。今あなたが巻き込まれている事件の裏、森永がやろうとしている計画、その全てについてこれからお話しします。少しの間お時間いただけますか？ああ、いいだろう。その前に場所を移してもいいでしょうか？できれば内密に話ができるところだと助かるんですが。逃げるつもりじゃないんだろうな。俺は一度札幌で冴島さんに頼んで見逃してもらっています。ですから冴島の兄貴の恩義に応えるためにも、これ以上逃げる人生を選択しようなんて思いません。冴島とどういう関係なんだお前？ね、その辺も含めお話しします。今はひとまず場所を変えましょう。桐生さんにゲロったことがバレたら俺の身が危なくなりますんで。そうだな。すぐ近くにあるニューセレナという店なら顔が利く。そこでなら人に聞かれることもないだろう。わかりました。それじゃあそこに行きましょう。
ごめんなさい、お店まだなのよ。あら、キリュウさん、久しぶりだな、ママ。ちょっと内密な話がしたいんだが、場所を貸してもらえないか。そんな水臭いこと言わないで。せっかく久しぶりに来てくれたんですもの。今日は貸し切りってことにしておくわ。すまない。何か飲む？いや、大丈夫だ。そう。じゃあ私は奥にいるから、何かあったら呼んでね。ああ。それじゃあ、お前の話を聞かせてもらおうか。はい。それじゃあまず、森永が描いた絵について説明しましょう。今更説明するまでもないことかもしれませんが、現在東条会と近江連合は全面抗争の危機を迎えています。大吾から聞いた。五分の杯を交わしていた近江連合の七代目が病気で余命いくばくもないと。ええ、七代目が亡くなってしまえば東西で戦争が起こるのはほぼ確実です。それで東条会は焦って福岡、札幌、名古屋の極道組織を味方につけようと幹部陣が各地へ飛ぶことになりました。名古屋には若頭補佐の安住、札幌には真島さん、そして福岡には堂島会長が。そして大吾は福岡で行方不明となった。会長代行となった青山、それに森永の裏切りによってな。そうです。当初の計画では堂島会長は山笠組のまだらめと共に殺されるはずでした。しかし計画は失敗。堂島会長とまだらめを取り逃した青山さんは勝手に計画を変更しようとしたんです。計画の変更？ええ、青山さんは堂島会長がいない隙に東条会を乗っ取ろうとしたんですよ。しかし青山さん、それに森永の本当の使命は東条会を奪うことではなかった。むしろその逆、東条会を売ることだったんです。売る？まさかその相手ってのは。そう、近江連合です。青山森永は最初から近江連合に買収された人間だったんです。そんなことが。彼らの目的は2つ。1つは堂島会長に真島さんら現東条会幹部の暗殺、そしてもう一つは俺か。ええ、あなたや西島さんといった今組織から離れてる人間を監視し東京に連れ戻すことにありました。理由は一つ、あなたたちを東京に集めて殺すためです。どうしてそんな回りくどいことを。殺す必要があるならわざわざ東京に集める必要などないはずだが。東京じゃなきゃダメなんですよ。近江連合にとって東条会は二人の伝説の極道とイコールなんです。堂島の竜と呼ばれた桐生一馬、それに18人殺しの極道冴島大河、その二人の首を取ってこそ手に入れられる大門なんです。つまり近江は俺たち二人を東京で殺すことで東条会を名実ともに手に入れるつもりだと。はい、近江の狙いは神室町の島だけじゃありません。3万人と言われる東条会の兵隊全てを手に入れたい。無傷のままでね。そのためには全面戦争を避け最も効率のいい方法で手に入れる。あなたたちはそのためのキーマンだということです。ということは冴島もすでに東京に向かっているということなのか。おそらくは。刑務所から連れ出すところまでは私もご一緒できたんですが。冴島とお前の関係は。随分奴のことを知ったような口ぶりだが。ええ、一緒に脱獄しました。もちろん私はそうするように仕向けた側の人間なんですが。そういうことか。私は青山、森永と同じ立場、近江の指示に従って動いている人間です。
私の役目は冴島さんを脱獄させ真島さんの死を追うように仕向けることでした。結果冴島さんは脱獄、計画通りにことは運んでいたんですが、途中いろいろあって俺は冴島に心を動かされたってところか。その通りです。俺は冴島さんに惚れてしまった。だから今こうしてあなたに全てを打ち明けているということです。それでこの事件の黒幕は誰なんだ。近江連合といっても若頭の渡瀬はそんなことを知ってるような態度には見えなかったが、それを説明するには近江側の事情も説明する必要があるでしょう。跡目争いのことか。そこまで知っていましたか。そうです、七代目の既得が伝えられてからというもの、近江連合内では三つの二次団体による跡目争いが激化していたんです。大阪北を拠点に組内最大の武闘派集団を組織する若頭渡瀬組組長渡瀬勝、兵庫に地盤を持ち七代目の信頼も厚かった若頭補佐高千組組長高千尋氏、そして大阪の南で参拝処理などで巨万の富を築き上げた本家本部長大阪工業の会長勝谷直樹、その中でも最も跡目に近い人物として見られていたのが若頭の渡瀬勝です。だが渡瀬はこんな狡猾な絵を描くような男じゃない。それに高志という男も確か名古屋で死んだはず。となると残りは一人。ええ、今回一連の騒動、私や青山森永を使ってこの絵図を描いていたのは。どうした、感慨深そうだな。ちょっと待っとけて、ずいぶん長い用事やったんやな。悪い悪い、ちょっと組織内でごたごたがあってね。まあいわゆるうちわ揉めってやつだ。府警内部でか。まあな、長いこと事件を追いかけてると途中で青臭いこと言って抜けたがるやつが一人や二人必ず出てくる。その後始末さ、夢がどうだのこうだの、いい大人だっていうのにバカバカしい。俺が逃げ出したらどないするつもりやったんや。まあそん時はそん時、警視庁に頭下げてローラー作戦でもかけりゃ済む話さ。分かっとらんようやな、この町の深さが。一度地下に潜ったら最後、警察がいくら探しても見つけられん場所もあるんやで。カムロ町地下街逃げ水道、それにこの下にある西の河原のことだろう。お前の逃げそうな場所ぐらい分かってる。あんまりなめるな、警察を。で俺は何したらいいんや。警察の代わりに森永を探してもらう。森永を。ああ、福岡での事件後、森永が東京に帰ってきたところまでは府警の方でも足取りをつかんだ。だがその後の消息がわからない。東城会本部には戻ってへんのか。ええ、一応会長代行だった青山に手をかけたんだ。今の森永が東城会に戻れるはずもない。そしたら森永はどこに。だからそれを探すのがお前の役目だ。奴がこの町に潜伏しているのは間違いない。だが東城会からも命を狙われる男が潜伏する先といえば地下っちゅうことか。ああ、おそらく森永は地下に潜伏し、
事件の黒幕に接触する機会を伺ってるはずだ。今警察の人間が地下に潜れば、森永が警戒して再びどこかへ姿を隠す可能性もある。だからお前に探ってほしいんだ。知り合いか。今の車に乗っていた男、近江連合の大物だ。近江やと？それにしては仇みたいな身なりしとったな。勝谷直樹、45歳、元役者で今は大阪にある大阪芸能という芸能事務所の社長をやってる男だ。だがその裏で現役の近江連合の直参、大阪工業の会長という顔も持ってる。容姿端麗で紳士的、世間的には青年実業家として名は知れているがな、今近江連合で最も八代目の座に近いと言われる男だよ。勝也か。どっかで聞いたことあるような名前やな。知ってるのか。いや、せやけどなんで近江の男がカムロ町に。さあな、奴は表の顔がある分自由に各地動くことができる。表の家業の用事なら何の問題もないんだが、一応調べておく必要がありそうだな。どうする？俺は森永と勝也、どっちを追えばええんや。勝也のことは俺が調べ、お前は予定通り森永を追ってくれ。分かった。明日またこちらから連絡する。それじゃ。お兄さん、とりあえず金くれよ。やるんか。許して。
ちょっと待てよ。ちょっとあんた、金持ってそうだな。お財布はどこだよ。さっさと金出せや。そこの兄ちゃん、気がくせえんだよバカ。やるしかないか。久しぶりだな、冴島。冴の花や、相変わらずのようやな。そういうお前さんの方こそ、相変わらず厄介な事件に巻き込まれているようじゃないか。沖縄に続き、網走まで脱獄してくるとはな。あんたのことや。俺が脱獄してまでここに来た理由、もう分かっとんのとちゃうか。まあ、見当はつく。
今全国各地で起きている極道関係の大騒動、そしてそれに絡んで殺された真島五郎の死の真相について探っている、そんなところじゃないか。話が早うて助かるわ。せやけど犯人の目星はもうついてんのや。ほう。登場会で大吾の護衛を雇った森永っちゅう男を追ってるんや。ほう、森永か。何日か前に福岡からカムロ町に戻ってきて潜伏してるらしい。森永の居場所を教えてほしくてここに来たんや。ただでとは言わん。何か情報があったら教えてくれ。ふん、面白い日だな今日は。実はもう一人来ているんだ。森永の行方を教えてほしいと言ってきた男がな。一体誰や。それは教えられねえと言いてどこだかな。今日は特別に教えてやろう。ついてこい。あいつだ。誰やあいつ。森永の舎弟で一緒に堂島大吾の護衛をやっていた相沢という男だ。森永の舎弟。ああ、あれが実に面白い男でな。つけるまで死ぬわけにはいかねえんだよ。あかん、お前に死ぬで。あいつ、死んじゃいねえぞこの野郎。来んなら殺す気で来いよ俺。
あんた。そんなことがあったんか。ええ。俺は森永の兄貴に捨てられたんです。それだけじゃありません。兄貴にはたくさん裏切られた。あれだけ真剣に堂島会長を助けることだけを考えて頑張ってきた兄貴が、どうしてあんなこと。お前、ほんまに森永が何しようとしてたか聞かされてなかったんか。はい。兄貴が山笠組本部で青山代行に撃たれた後、俺は桐生さんに指示されて兄貴を病院に連れて行ったんです。手術が終わるのを待って翌朝病室を訪れたら、重体だったはずの兄貴はもう姿を消してました。俺宛ての置き手紙を残して。手紙？東京に逃げろとだけ書いてありました。でも自分には全く意味が分からなくて、兄貴を探して福岡の街をさまよっていたら、翌日青山代行が死んだという噂を耳にしました。しかもその青山を撃ったんが森永やと。その瞬間、自分は兄貴に捨てられたんだって確信しました。ずっと一緒に、ずっと二人で一緒に這い上がってきた仲間なのに、どうして。そしたらお前は自分が捨てられた理由を知りとうて森永の行方追っとんのか。ええ、そうです。でももうそれを知ることもできない。試合に勝てば教えてくれるってあの情報屋の男言ったはずなのに、リングの上で人を殺すような男は信用できないなんてひどいっす。森永の兄貴ももうひどいっす。兄弟を捨てるなんて俺には信じられない。くだらんな。今なんて。くだらん言うたんや。俺らの世界の兄弟の絆っちゅうんはガキの好き嫌いを言うとるんとちゃう。そんな、俺だってそんなことくらい分かってます。でも相沢言うたかお前。はい。まだ体動かす元気あるか。這い上がってこいや、相沢。俺に勝って森永の居場所を突き止めろや。森永に会うてそれでも気持ち収まらんかったら、そん時は思い切りぶん殴ったればええ。冴島さん、嘆くんもええ、悲しむんもええ、そやけどな、兄弟が間違うた道進んだ時、それを引き戻したるのも兄弟の務め。さあ来いや、相沢。はい。行くで、愛沢。
お前の兄弟への気持ち、本物のようやな。当たり前です。せやったら最後まで信じたれや、森永のこと。大事なんは兄弟に捨てられたかどうかやない。要は自分がそいつを好きでいられるか、それだけ。冴島さん、最近の闘技場の戦いはつまらない対決ばかりだったからな。今日は数年ぶりに血が騒ぐような戦いを見せてもらったぜ。花屋、いいものを見せてもらった礼に、今日は特別にお前ら二人ともに森永の居場所を教えてやる。本当ですか？ああ、だが現実とは非常なものだ。お前にその現実を受け入れられるだけの勇気があればの話だがな。どういうことや？どうだ、お前は知りたいのか、相沢。はい、どんな現実が待っていようと、俺は兄貴の今を知りたいです。そうじゃないと俺、いつまで経っても一人で道を歩いていけない気がするから。分かった、話そう。森永の今の居場所、それは警視庁神室署地下2階の霊安室だ。Yeah.